にちは、ミヤリンです。こんにちは。こんにちは。はい、今日はフェリーズのイベントに来てくださってありがとうございます。まずは簡単に自己紹介していきたいと思います。はい、下村美希です。3名も気合い入れて頑張ります。よろしくお願いします。はい、藤田美里です。今日は皆さん最後の部なので一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、野本沙羅です。皆さんもね、3部ということで、今日の残った力を全部ここで、出し切って盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、野本です皆さんその保有で多分テンションが上がったと思うので、引き続き次の曲も楽しんでてください。よろしくお願いします。最後まで元気にいきましょう。よろしくお願いします。はい、井上理子です。3部、今日が今日の最終部です。皆さん盛り上がる準備できてますか？その調子で最後まで盛り上がっていってください。よろしくお願いします。抽選会の方はですね、前は前に出てきていただいてサイコロ振って出た目の景品を差し上げてたんですけども、今回は楽曲が相思相愛という楽曲なので、相思相愛ゲームというのをやらせていただこうと思います。選ばれた方、前に出てきていただいてお好きなメンバーとですね、例えば好きなフルーツがみたいなのを言います。それで相通ずるものがあれば2人でチェキを取れると。でもし外れてもですね、まあティッシュなんですけども、前作の、キスミーベイブの時のキラーカードをお付けしますので、どちらでも美味しいというものになっております。で皆さん、はい、というわけでね、早速もう抽選会も終わりまして、次の曲に行きたいと思うんですけども、次に披露する曲はですね、7月15日に発売になります、相思相愛ディスティネーションです。イエーイ。という曲はですね、まあ、すごく今までのフェアリーズの曲にはあまりなかったような曲調になっていまして、明るくそしてキャッチーでちょっと激しめな曲になってはいるんですけれども、まあ、かなり見どころが多いんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、やっぱりね、一番はまひろちゃんの見せ場があるので、本当に曲調でもまひちゃんがその見せ場が来た時には皆さん全員でふぅって言ってください。いいですね。そうそう、もうせっかくだからね、もう全力で盛り上げていきましょう。あとね、 B メロのところでトンタッタンっていうところが、そうですそうです、いい感じですね。をやってほしいなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。それじゃあ皆さん新曲聴いてみましょう。